ってことでこんにちは、ハードオフ大好きジャンクコーナー大好きおやじでございます。今日はねまずはジャンクコーナーからちょっと見ていきたいと思います。やっぱりここもね少し経つんで商品変わってるかなと思って来てみましたんで行ってみたいと思います。ゲームスタート。もうねほんとここも、来るのはたまに来るんですけど、動画としてはやっぱり3ヶ月ぐらい経つかな。ここら辺ビータがありますね。下に行きまして、これまだ売れてないんだね。あとまあプレステ3もありますし、ここでも結構ゲーム多いな、ジャンク系の。こういう感じになってます。下に行くとネオジオポケットだとかワンダースワンなんかもありますね。多分ここら辺も昔からあるな。これはちょっと変わり種ないかな。ツインファミコンありますね。アダプターもちゃんとついてるし、あ、これもね先ほど撮ったファミ通のシールが見えるかな、貼ってありますね、コントローラーに。まさか出くわすとはな。ゲームできました。ディスクのことは書いてないから多分できないかな。ここに、マザー2が2つ並んでおります。これはまあ相場というか、でもタートルズ1000円か。相変わらずメガ CD は売れてないな。これもそんな変わんないかな。これはプレステ3だね。プレステ3数多いね。 XBOX、ジャンクコーナーこんな感じかな。ここはね量が多いんだけど、すごい見づらい印象あったんだけど、割と整理されたかな。あれ、なんかの釣りゲーが超値段ついてたの、なんだっけな、あれ。でもこれじゃないかな。なんか量は多いんでちょっと後でゆっくり見てみようかな。で DS なんかもね、こん中に。エッグモンスターは、これね、とにかく量が多いんだけど、108円だけじゃなかったんだよな。もう危な危なくやるとこだったぜ。でもやっぱ300円とかだね。おいでよ動物の森も300円。300円だね。やっぱりちょっと値段が高い感じです。スーパーファミコンもね結構いっぱいあるんだけど、やっぱちょっとね乱雑というか雑に置いてあるな。ファミコンなんかもありますね。くるくるラウンド108円か。ちょっと後ろが擦れてるな。シャーロック・ホームズも108円だけど、やっぱり後ろがハゲてる。武蔵の剣も108円だけど、あ、これはいいんじゃない。若干汚いけど、結構探せばいいのあるかな。ハイドライドスペシャルとかも置いてあるな。なんか探せばありそうだね。あ、でもこういう感じで三国志2が324円というのもあります。メジャーリーグ108円。実はねバラバラに家を出たともチャンネルのともちゃんとね、50キロ離れたハードオフで出会うというね、まさにミラクルです。ハード系かな。まあ、変わらず値段も変わらずってとこでしょうか。これなんだ、テトリス系のゲームかな。
まあ、という感じで相変わらずのちょっとね乱雑ぶりなんですけど、まあ、商品は本当多いんでね探すのは楽しいと思います。あとこれが結構ジャンク系多いんですけど、ここはね中が見れないんでちょっと買うときギャンブル性がありますね。お店の人に聞かないとっていうところです。はい、ってことでジャンクはね一旦ここまでにして通常のところに行ってみたいと思います。これね私持ってます、箱節付きで。ここは前は見たかな、 MSX とか、あ、機器買い替えがある。あと向こうにメガドラがちょっとあって、12月30日までは通常営業となっております。こんな感じですね。12月31日、こんな感じです。 MSX のねドラキュラがね12,960円です。まあここら辺も変わらずってとこかな。まあ新規の登録者もいるんで、でケース内 PC 現地、あとはゲームボーイがあって、まあ、DS とかだな。ここら辺はプレステ2だね。ドドンパチとかは高いね、やっぱり電車で量も高いんだな。ここら辺はまあ値段がついてますね。気になるところ、グラディウス、まあ、そんなもんかな。まあ、ここら辺も変わらずかなという印象なんでざっと流しますね。 PC エンジンのドラーが欲しいんだよな。まあ、こんな感じですね。なんか高いのあるかな。高いのは特にこれが高いね、ファイナルロマンス。あとドラボッチャも高い。ロックマン8も結構してるな。これも高いね。まあここら辺も変わらずだな。多分前回の動画見ればわかるかな。そこまで高いのはないかな。これはなかったかな。レア系はあるかな。高いとこだとスイートホームとか、ガンデックってこんな高いの？裸で持ってた気がするな。これちょっと値段ついてない、ついてるね。3,240円。まあ、アダムスファミリー、ここら辺も変わらずかな。あ、また宇宙警備隊、ここもあったね。さっき言ったところの方が安かったな。まあ、こんな感じだな。これはあんまり見ないね。あと高いところだとそんなでもないか。そんなでもないね。これ高いわ。マイティファイナルファンタジーファイトの5節付き。てか 6万X こんなに安い。5が540円、6も540円。多分動くって書いてるから傷ありでもそんなあれでもないと思うんだよな。集めるにはいいな。ここら辺も結構するね。魔界村、大魔界村、超魔界村、カプコンジェネレーション、ビックリマン好きだからこれ欲しいな。ビックリマンワールド、レトロゲーム、
ファミコン版券も前に取ったから今回は見ません。こんな感じで在庫がねすっごい多い、見応えが満載です。赤ずきんちゃちゃ3240円、いただきますよ、ご協力お願いいたします。540円、通常営業は1月2日からとなりますので、お客様のご来店お待ちしております。なんか誰かが揃えてました。はい、ってことでね、こんな感じかな。もうね、友達は違うところに旅だったんで、私もそろそろね、また私も目的があるのでそちらに向かいたいと思います。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。それではまた。Continue.